さんこんばんは。今日もとっても暑い一日になりました。みんな子どもたちも体調を崩しがち。暑い中みんな疲れています。練習は楽しみながらやってみること。無理をしないで遊びながら鍵盤に触れる習慣づけができるとピアノはもっと演奏の幅が広がります。ここはピアノを学ぶ場所です。先生ももっと上手になりたいので練習を重ねています。教室の備品、人、物、本当は大切に扱ってあげましょう。今日もフランス近代音楽のサティのグノシエンヌ第3番を弾いてみます。ピアノを学ぶ、これは大切にしたいものです。グノシエンヌ第3番ミュージックオン。Thank you.
一曲丁寧に仕上げる。ピアノは出来上がるまで練習を重ねることで必ずできるようになります。ここはピアノ教室です。練習が好きだから弾いてみたい。あんな曲が弾いてみたい。それにお答えできるように日々邁進するのが指導者の務めです。先生の言うこと、きちんと守って、引く宿題に書く宿題も、少しずつやってきてくれると、嬉しいご褒美が待っています。練習、努力、それは日々の積み重ねを大切にすることで、できなかったこともできるようになります。難しいからやらない。では、ピアノは上達しません。ヘ音記号が苦手。独譜が苦手。それでは、ピアノは楽しくなくなります。できないからチャレンジする。他のスポーツ、習い事も同じです。できるようになるから練習を重ねるのです。暑い中、子どもたちも疲れ気味です。良い言葉がけをかけてあげること、励ますことでまた頑張ろうと思います。明日も楽しいお話を聞かせてくださいね。ひょっこりはん、明日また楽しいお話を聞かせてね。